オペレーターさん。 エト、優しい人に優しい人になってほしいと2Bは言っていたぞ。お前が、お前が2Bの言葉を語るな。
ボディユニットチェック完了。メモリーユニットチェック完了。メンテナンスモード終了。ヨルハキ隊 9S 起動。おはようございます、 9S。 僕は敵大型ユニット内部での戦闘時にユニット構造物が崩落、落下したヨルハキ隊 9S はダメージを受けたため緊急サスペンドモードに移行。墜落地点付近は危険と判断し現地点まで搬送。現段階で全てのチェック及び再起動を完了。オペレーターさん、遭遇したモデル 210 は死亡。ブラックボックス信号も停止。そう、現状報告。塔にアクセスするための認証キーを入手。規定数のアクセス認証キーの入手を確認。塔の調査が可能な状態。わかった。Thank you.
昇中。ナイエスには塔への侵入を計画しているための推測。邪魔するな。キリがない。友軍の反応あり。友軍？君たちは。ナイエス、来ると思っていたよ。ここは私たちが何とかする。君は塔への扉を開いて。デボル、ポポル、どうしてここに。約束しただろ。は？何言ってるんだ。ナイエス、今のうちにハッキングして。わけがわからない。詳しいことは塔に入ってから説明するから。
上が旧時代に管理者と呼ばれた彼女たちの個人記録だ。そう。疑問、なぜアンドロイドデボルおよびポポルは常に同時に死を選ぶのか。当該状況からの単独離脱は可能であり、に君に理解できないことを祈る。了解。疑問、なぜこの塔に入り口が用意されていたのか。資源搬入は上空から行われていることを確認。外部からの侵入路が用意されていることは不自然。予測、罠。罠でも何でもいい、皆殺しにするだけだ。汚染された。夜吐きたい。ここで会えてよかった。本当によかった。一体残らず粉々に壊せ。報告、大型構造物、通称塔、ゲートの開放を確認。行ってみるか。というか、塔の入り口は開けておいた。ナインエスが先に行ってる。そうか。なあ、
役に立ったか。ああ。よし。やってみるか。これはヨルハ部隊の死体。予測、先行して入ったヨルハ機体 9S によるもの。行くぞ。この構造物の目的は不明、推奨、情報収集だろうな。図書館を模した施設。図書館？なんだそれ。過去に人類文明が作り上げた情報保存施設。データを見るのにハッキングする必要があるのか。ポッド、頼む。了解。ヨルハ機体 A2 にハッキングインターフェイスへのアクセス権限を付与。よし。この塔は機械生命体にとっての情報収集装置みたいだな。
月面の人類サーバーの記録。機械生命体はそんな場所まで侵入していたのか。数が多すぎて拉致が開かないな。なんだあれ。ヨルハ計画における2号モデル運用概略。警告、汚染機体からの部品移植により運動領域内にウイルスを確認。推奨自己発禁およびウイルスの除去。分かった。
機能が 95% まで回復。すべてを知ってもなお戦うことを願う。私たちは機械生命体のネットワークから生まれた概念人格。破壊することは不可能。夜吐きたいナインイエス。何度も何度も全部壊せ。お前たちも、この塔も。
の強制ハッキング攻撃。推奨、早急な離脱。敵自我データ飽和率 30%。 面白い。敵自我データ飽和率 60%。 人類が残したアンドロイド、まるで人類になりたいかのように、エイリアンが残した機械生命体がまるで人類になりたいかのように振る舞う。私たちは逃げる。だがネットワーク化された私たちの方が圧倒的に優れている。予測、防衛機構による敵の論理進化。愚かなアンドロイド、なぜあなたは死を受け入れることこそ全ての終末ではないのか。敵自我データ飽和率 90%。私たちは一つである、複数でもある。私たちは有限であると同時に無限である。私たちこそが完成された精神のありようなのだ。予測、生命の多様性を学習。見える光が私たちは進む。この先に未来に。敵自我データ飽和率 100%。 予測、敵自我が分裂を開始。
やってみるか。私たちにはトーターズが必要だ。このアンドロイドを殺さずに置けば、さらなる困難が私たちに訪れる。その問題を乗り越えることで、私たちはより一層の進化を遂げるだろう。賛同しない。このアンドロイドは危険だ。この場で破壊してしまう必要がある。私たちの勝利を疑う者は敵だ。勝てると思っているのか。なんだ。報告。大鷲たちが相互に逃走を開始。まるで人類みたいだ。なんでまだ動けるんだ。水素船エキサーバーの残存データによる。結局全部倒すまで続くってことか。私たちは喋ってるんだ。報告。敵の過去記憶の流出。
壊れた。だからお前たちも壊す。あの瓦礫は不明、何かの資材にする可能性。資材？何を作るんだ。不明。Thank you.
このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい、もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー。その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は、証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。トゥービーは苦しんでいたよ。君を殺し続けることを。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女のトゥービーというモデル名は偽装だ。正式名称は2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の一員。本当は気づいていたんだろう、ナインエス。うるさい、うるさい。ポット、9S の論理回路を修復する。了解。9S を汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。ヨルハ機体 A2、 この先に 9S のコアデータが格納されている。報告、ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できる。私はヨルハ部隊支援随行ユニット。支援しているヨルハ機体 A2 に害を出す行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。私が全部。ポ
ナイエスを頼む。エーテ、君は？私はまだやることがあるから、先に行ってくれ。了解。すまないな。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな今行くよ。
jamais, à la place, la rôle, où ma chine t'a.